まあグラス見てたら、あ、これできることないなと思って、で新しいパターンでやりたいなと思って、ちょっと道具変えることによってこういうふうにできたんでね、それでやってみたらうまいこといったんで、でこう見た時にこう魚眼レンズっていうか点々が何個かこう見えるんで、ね、ドットってつけたんですよね。